こんばんは、シュンパイロットキョウキョウです。さて本日は島アップデート12と一緒にリリースされたこちらのアントノフ2について、エンジンの始動方法と飛ばし方について紹介していきます。それでは外観から確認していきます。こちらが新しくリリースされた有料機のアントノフ AN2 となります。機体のお値段については1750円、現在3月時点でセールを行っており、1150円とお手頃な値段で購入することができます。この機体は服用機のため主翼が2枚あります。現在も現役で空を飛んでおり、服用機としては現役の中で一番大きな機体になっています。この機体には客室が用意されており、ドアハンドルを操作することで客室に行くことができます。また後ろのドアについてもドアハンドルを操作することで、このようにドアを開けることができます。ドアの開け方については2種類やり方が用意されており、外側のハンドルを操作するとドアの開き方が変化します。コックピットの方に移ります。この機体は1940年代に開発された機体のため、計器はアナログタイプのみになっており、スイッチについてもたくさんある機体になっています。今回リリースされた機体には現在映っているアナログタイプのコックピットと GNS530W が搭載された2種類のコックピットが用意されています。この機体を操作する際の注意点ですが、操作モードをレガシーモードにしている場合、ロックモードに切り替えることをお勧めいたします。理由としてピッチトリムなどを変更した際に、その変更した角度が計器に表示されず、ロックモードでしか確認できないからです。それでは機体を立ち上げていきます。バッテリーをオンにします。コミュニケーションレディオパワースイッチをオンにします。フューエルシャットオフバルブをオープンにします。機長席左側を確認し、空気圧のバルブをオープンにします。右隣の空気圧のゲージが0以上になっていることを確認します。パーキングブレーキをセットします。フューエルセレクターをボースにします。ビーコンライトをオンにします。アンチファイアーシステムをオンにします。オンにするとこの部分のランプが点灯します。エンジンパラメーターゲージのパワースイッチをオンにします。燃料のインジケーターのパワースイッチをオンにします。オンにしたことで機長席の下にある残りの燃料を示すゲージの針が動きます。プロペラレバーをハイにします。ミクスチャーレバーをリッチにします。こちらは手前に引いてある状態がリッチになります。機長席下にあるマニュアルフューエルポンプを3回から4回ほど動かします。マグニトーズをボースにします。スターターマスターをオンにします。それではエンジンを始動させます。始動方法については、スタータースイッチを左側に倒し、この部分にある電流計が 80A 以下になったら、スイッチを右側に動かしてエンジンを始動させます。マウスで操作する場合はスイッチをクリックした後、左右にドラッグして操作してください。スロットルレバーを4分の1ほど動かします。スロットルレバーを動かすと、マニフォールドプレッシャーインジケーターとプロペラの回転数を示す RPM インジケーター、油圧と油温を示すエンジンゲージ、シリンダーヘッドの温度を示すインジケーターが動きます。油温とシリンダーヘッドの温度を示すインジケーターの針がグリーンの位置になるようにスロットルを調節します。スターターマスターをオフにします。オルタネーターをオンにします。パワーインバータースイッチを操作します。上に上げるとメイン電源、
下に下げると補助電源になります。今回は上に上げてメイン電源にします。トリムパワーのサーキットブレーカーをオンにします。フラップのサーキットブレーカーをオンにします。カウルフラップとオイルシャッターのサーキットブレーカーをオンにします。操縦に使用する計器のサーキットブレーカーをオンにします。無線とトランスポンダーのサーキットブレーカーをオンにします。ナビゲーションライトをオンにします。トランスポンダーを設定します。もし周りが暗い場合、備え付けのライトを操作します。ライトを点灯するためにシアン色のスイッチを操作します。ライト関係のスイッチを操作するとこのように明るくすることができます。機長席左側にあるコミュニケーション周波数とナブ周波数を調節します。気圧高度計を調節します。次に方位を調節します。まずアラインスイッチを押して右隣にある磁気コンパスの方位を合わせます。次にジャイロの方位を合わせます。合わせ方についてはまず左下にあるノブを押し込みます。その後ノブを回し磁気コンパスの真上になっている方位にジャイロの方位を合わせます。合わせ終わったらノブを引きます。これでジャイロが設定できます。姿勢指示器のロックを外します。副機長席側のロックも外します。ピトーヒートをオンにします。もし着氷の危険がある場合、ウィンドウヒートをオンにします。もし雨が降っている場合はワイパーをオンにします。ワイパーの近くにファンが設置されています。このファンについては機長席側のスイッチをオンにするとファンが回るようになっています。副機長席側のファンについても回すことができます。操縦桿とラダーペダルを動かして機体が反応するかを確認します。タキシーライトをオンにします。パーキングブレーキをリリースし滑走路前までタキシングしていきます。滑走路前に到着したらピッチトリムスイッチを前に倒してダウントリムにします。トリムの角度についてはマイナス3度からマイナス5度、重い荷物を乗せている場合はマイナス10度にします。ラダートリムスイッチを右に倒し3度にします。スロットルレバーの左側を押してフラップを0度から20度の間にします。フラップの角度についてはこの部分で確認することができます。フラップの角度を間違えてしまった場合、このスイッチを押すことで1段戻すことができます。オイルシャッタースイッチを操作してオープンにします。オイルシャッターの状態についてはこの部分で確認することができます。カウルフラップを開けます。ランディングライトをオンにします。それでは離陸していきます。この機体は時速100キロほどで離陸することができます。速度についてはこの部分で確認することができます。単位はノットではなくキロメートル毎時で表示されます。高度と昇降系についてはこの2つで確認することができます。こちらも単位がフィートではなくメートルで表示されますので注意してください。スロットルレバーを前に倒しフットブレーキをリリースして離陸します。速度が出るとテールが浮き始めます。そのまま加速し時速100キロになったら操縦桿を引いて離陸します。離陸が完了したのでランディングライトとタキシーライトをオフにします。プロペラレバーを動かし回転数を2000回転にします。フラップを元に戻します。ラダートリムを0度に戻します。0度に戻るとグリーンのランプが点灯します。高度を上げていきます。高度がメートルでは分かりづらい場合、その高度に3をかけることでおおよそ何フィートかを計算することができます。巡航高度に到達したらスロットルレバーを戻してマニフォールドプレッシャーインジケーターの針がグリーンゾーンになるようにします。
この機体は60ノットから110ノットほどと遅い速度で飛行することができます。服用機のため離陸時は軽く操縦桿を操作することで飛ぶことができます。また左右にロールした際は少し遅れて反応するなど、普段飛ばしている機体とは違った挙動を楽しむことができます。この機体にはソ連製の姿勢指示機が搭載されています。エアバス A320 やボーイング737の背景が動く姿勢指示機とは違い、機体のマーキングが動く姿勢指示機になっています。表示が今までのものとは違うため少し困惑する可能性があります。慣れていない場合は晴れている状態で水平線を見ながら挙動を確認することをお勧めいたします。着陸する空港が見えてきました。ランディングライトとタクシーライトをオンにします。フラップを下ろします。電波コード系のサーキットブレーカーをオンにします。ミニマムコード用のバグを設定します。ミニマムコード以下になるとブザーが鳴り始めます。駐機するエリアに到着したら、電波コード系のサーキットブレーカーをオフにします。気筒ヒートをオフにします。フラップを0度にします。マグニトーズをオフにします。フューエルシャットオフバルブをクローズドにします。カウルフラップを閉じます。各サーキットブレーカーをオフにします。姿勢指示器にロックをかけます。インバータースイッチをオフにします。オルタネーターをオフにします。空気圧のバルブをクローズドにします。フューエルセレクターをオフにします。ナブライトとビーコンライトをオフにします。バッテリーをオフにします。以上で機体をシャットダウンすることができます。アントノフ AN2 の簡単な飛ばし方については以上となります。お疲れ様でした。アントノフ AN2 について紹介いたしました。価格が1750円でありながら、コックピット内のほとんどのスイッチを操作することができ、また飛ばしやすい機体になっており、おすすめのアドオンです。もし気になる場合、購入を検討してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。